ライオンズ、この回追加点、点差は広がり、攻撃はなおも続いています。アウトコース、ストレートが決まっています。空振りになります。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。ボールになります。さあ4球目は何か。低めは外れました。あっとデッドボールだ。当たってしまいました、やはり痛めました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。赤星さん、終盤に差し掛かって同点です。この後はどのあたりを注目していけばいいですか。そうですね、両チームとも打線はいいんで。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、ライト見送った、勝ち越しのホームランです。西武ライオンズ、試合の主導権を握る大きな一発となりました。初球でした、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ライオンズ勝ち越し、5対4。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回1点リードに変わります。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー本当にうまく反応しましたよね。しかし試合はまだ中盤、勝利を引き寄せるためには追加点まで行きたいところ。プランの期待できるバッターなんで一気に同点もあり得るかもしれませんね。そうですよね。まあそして彼はチャンスに強いんでね、ここは面白いと思いますよ。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、打たせるようなボールには注意したいですよね。そうですね。二塁タッチもセーフ。打ちました。これはどうだ、一二塁間を破る、ホームに送球、セカンドランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、二塁へ、ホームに送球する、本塁タッチはアウト。1点返しました西武ライオンズ、ライト前のタイムリーヒット。9対7、ライオンズなおもチャンスです。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。ここで得点が入りました。